八戸のよろず屋で割と物買いまして、ね、まあ1個やけど。なるほど、ああいいか。僕が買ったのは、はい、ロボット魂バスターガンダム4500円でした。ネットだとまあ、増量じゃない、送料込み6000円以上ぐらいで大体売ってたんで。なるほどね。まあせっかくだし買っとくかってことでね。はあ、うん。バスターガンダム好きとしては。僕があの、さっき言ってたあの、うん、フライズのこれをね、バースを、うん、これあの、真骨頂化されてないから並べておけばいいんじゃないのって言って。500円ってことで。ね。まあこれを手前に置いて、オーズを奥に置くか。いや、多分これを奥の方がいいよね。うん、で、オーズ手前で低い姿勢にしてさ、サイズがそんなありませんよって見せるしかな。うん。ね。そんな感じでしたわ。ね。ね。もうバスターガンダムが、グレイトって書いてある。なんだろう、ボブこれ謎のこだわりだけどさ、ああこれグレイトって発音しちゃダメな気がする。ダメだと思うよ。ダメだと思うけども。で、でもやっぱりあの、グレイト。グレイトで。ああ、でもちょっとあれだけど。そんな感じですわ。ジェルデーン。これさ、撮影って言う前にこの袋にしまう音やんないとさ、ガサガサうるせえって。いや、そうだよね。はい、そういうことでね。ね。じゃあ、ハードフードに行ってみますか。なお、うん。ボブ今多分そう、あのレンジマンからも抜けてるだろうなって思ったんだけどさ、うん、一応この店のことは言わなきゃダメなんだよ、ね、あ、そっか。そうそうそう、よろずや広さ八戸店に行きまして、ね、まあ物あったけどね、いろいろね、うん、やっぱり特にまあガンダム系多かったんだ。でもそうだね、プラモとか多い。プラモって言っても美少女プラモはそんなにいいだけど、うん、あ、まあガンプラ高かったね、うん、高いし、まあさっきのバイパスの方が物あったね、ガンプラは。ああ。ロボット魂のバスターガンダムがやったのは良かったんだよ。あと、G アーマーの144分の1の旧キットがあって、迷ったんだけど、まあいいかなっていう。なるほどね。G アーマーでかいからさ、まあ何個も買うと邪魔なんだよ。ああ。多分ロボット魂の G ファイターを買うんで、そっちでいいかなっていうことだ。なるほど。うん。ボブのアーツ事情で言うと、うん、なんだろうな、ないわけじゃないんだけど、うん、でもまあなんかこう欲しいのがあるかっていう感じではない。なんか古いやつ多いというかね。ああ古いやつが多かった。まあ真骨頂もまばらにあったけども、そうで、まあ目的のリザードなんかはそもそもなく、リザードなかったね。あとついで言うと、ここあの1個だけやんの前々から、まあ、困っちゃってるのは、うん、あっても見えない場所にある可能性はちょっとだけあるというね。ああ、あの裏一応全部チェックしたつもりだけど、うん、あれあなた見落としてますよって言われたら、あ、見落としてたんだって可能性はあるんだよね、いくらでも、うん、まあそんな感じかな、うん、ということで、まああれだな、この近くのブックオフだったかと、うん、トミーみたいなやつ、あとあのハードオフだったかと、うん、ブックオフあんだっけこの辺に。あるか。そうあるわ。まああそこ多分何もないだろうけど、一応見た方がいい。でもさ、あそこある方だよ多分。そっか、なんならさ、確かにいっぱいあるか。真骨頂のウィザードを八戸であるならあそこでないって気するね。確かにフィギュアズ確かにあそこいっぱいあった方がいいね、そういえば。ねえ。うん。なんか前回行った時我々が探してるようなものがあんまなかったみたいな。そう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 。うん、あのハードオフオフハウスだったかなんかわかんないやつ、うん。あれもあるしさ。あそこ外物あるよ実は。ねえ。ここそういえばさっきアサシンフォース売ってたね。ああ。前々から売ってんだよ。有名みたいな。うんうん、僕がもう持ってるから、僕はアサシンフォース全部持ってますから。ああ、なるほどね、うん、アクロイヤージャドーみたいなの含めて。そうボブね、昔アクロイヤージャドーは全員持ってたんだよ、うん、ボブもすげえあれ遊びがいあるよ ね、 ね、頭2つついてるからね男のやつは。ああ、人間版とバケモノ版がね、アクロムーザンと、ね、ムーザンとヒドウ、ヒドウか、ヒドウがリーダー的なやつ。そう、無残が頭に剣刺さってるって。そう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 、あれセイバーだよね。ね、バスター方式で違うな、スラッシュだなあれ。うん、アクロ無残頭に剣刺さって手前に突き出してるからめちゃくちゃでかいんだよね。ね、リーゼント型にあのでっかい剣を刺してるっていう、うん、で剣はちゃんと取って腕に持たせられるから。そう、まあ、持たせづらいけどちょっとでかいから、他の武器と合体させて何々になるっていうね。うん、あのヒドウも面白くて、あの雲型の、うん、妖怪と合体したのその蜘蛛の4本、なんていうの、8本足が4本4本に分割したの、うん、でっかい爪になるという、うん、腕にもつけられるからね、あれ。そう、
あの手首の代わりに腕にくっつけて、うん、でっかい爪のやつにできる、うん、あれは面白かったね。女のやつは傘になってるみたいな。女のやつだけ名前思い出せないんだよな、うん、あのさ、ボブさ、あのクワントにミクロマンの漫画載ってたじゃない、うん、あれのアサシンフォースの漫画の最終回すごい覚えてて、うん、要はさ、最終回の内容がなんていうの、あれ3対3じゃない、うん、敵味方、うん、要はさ、それぞれ1対1ずつ戦ってたやつらが全員決着がつくっていうで、ついて、うん、なんかこう、めでたしめでたしっていうのが最終回なんだけど、うん、あのね、やっぱアサシンホース忍者ものってこともあって敵の殺し方が全員残酷だったんで、はあのね、ヒドーはなんかまあ剣でぶっ刺して順当に殺してたんだけど、うん、無惨はあのさ、君が殺人用用、うん、殺人用用のやつがさ、どこを狙ってもあのアクロ無惨は頑丈だから効かなくて、うん、でと見せかけて実はもう糸張り巡らして首に絡ませてたぜっつって、うん、俺は最初から硬い場所なんて狙っていないっつって、うん、お前のその首を狙ってたんだっつってバーンって言って殺すんだけど、うん、仕事に行ってきた女対女のやつがさ、うん、決着のつき方があの、あ、そんな静かに終わるって感じで、はあ、なんかさ、あの敵の女の配下に味方側の女の人なんか勤めてるみたいな設定っぽいんだよね、うん、で、その要はその上司である、まあ、敵だよね、敵である上司のところの後ろに行ったと思ってなんか喋ってるなと思ったら、はあ、もうあのそいつが取れたら首に剣刺してあって、はあ、殺し済みですみたいな、はあ、あ、終わってんだみたいな、はあ、っていう最終回だったってすごい覚えてるんだけど、いや部下と上司が話してるなっていう風にしか傍からは見えないんだけど、うん、実はもうあの悪対善で悪の方死んで終わってましたみたいな、うん、いやー、ミクロマンもね、この放送ミクロマン大好き芸人がお届けしてますからね、うん、僕 G.I. ジョー好きとか言ってるけど結局ところミクロマンが好きな流れで G.I. ジョーだから、君 GI 以上ハマってた頃ほんと楽しそうだったね、うん、あの海外から取り寄せてた、海外から取り寄せてたから、ね、最近20個セットみたいなやつとかいっぱい買ってたね、うん、めんどくさいから最近はやってないけど、あれでも唯一無二のさ、他の人あんまやってない趣味だったよね、うん、海外から古い GI 以上取り寄せるね、あの新しいのも結構買ってたと思うけど、うん、日本で出たりもしてたしね、ね、うん、トイザラスで GI 以上買えた時ほんと良かったね、今あれぐらい我々おもちゃにはまることもない感じあるもんね、うん、しかもキャラ付けを全部無視して遊ぶっていうねことをやってたからね、トリップワイヤーだからね、電子レンジマン撮ってるけど、うん、トリップワイヤーだからね、まあアニメを結局日本で見る手段ないから勝手に遊ぶしかないっていうのがやっぱり重要なポイントだよ、GI Joeのアニメ日本で見られないもんだって、英語のみでなら DVD とかおもちゃについたりしてたけど、本当にあれだな、スターウォーズのベーシックフィギュアみたいなのマーベルで出せないのって、まあ、出てるけど、そんな出てる、うん、出てるよ、あの ベーシックフィギュアっぽいの、あ、まあ本当に安いやつみたいなのか、あの、まあ、要はなんだろう、G.I. Joeの最近のやつぐらい動くやつならいっぱい出てるよね、トイザラスとかで、ああ、まあまあね、セット売りでたけど、でもさ、ボブとして言いたいのはさ、あれとにかくラインナップ数がえぐいやつっていうかさ、うん、ワンシーン映った兵隊もフィギュア化されてますよぐらいの、あ、それないよね、あのでっかいバックカードにブリスターペって発生だって、うん、まあ出てはいるんだけど、マーベルのそういうのも、あ、アメコミ基準のやつとかね、なるほどね、うん、ただまあ日本で買うと高いんじゃない、あれ1個2000何百円とか、あ、なるほど、それのアイアンマンとか持ってたけどね、前、あー、なるほどね、うん、スパイダーマンとか、あ、スパイダーマン確か人形劇やったよね、ああ、やったけど、そんなやつだったっけ、それも多分それのやつだったんじゃないのかな、分かんないけど、まあ要はさ、ボブとして何が言いたいかっていうとさ、ディスコーズアベンジャーズのも使ってたけど、ね、うん、ボブが言うそのスターウォーズぐらい出しゃいいのにね、はどんぐらいかっていうとさ、うん、まああのハッピーとかもハッピーフィギュア化されちゃってますよみたいな、うん、なんならアベンジャーズのワンシーンのオペレーターやってた人とかもフィギュア化されちゃってますよとか、うん、当然マリアヒルとかは出てます、そう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 、もちろん出ちゃってるし、うん、あいつのあいつトビーじゃねえかピーター・パーカーのおばさんとかね、 あ、そう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 、うん、
もう出てますよっつって、うん、スターウォーズその辺まで出てるからね。だってあの映ったワンシーン映ったやついるからね。普通映ったスタッフとかもフィギュア化されてるからね、うん、あの間違って手足だけ映っちゃったスタッフ、うん、変な脇にいるデブの反乱のおじさんとかいっぱい出てるもんね。そうそう、ほんとちょっと映ってるのがもう出てるじゃない、うん、誰が買うんだか分かんねえやつがね。え、あれぐらい出たらさ、僕マーベルなら全部揃いちゃうかもしれないよ。ハンソロを捕まえに来たなんか雇われハンター集団全員出たりしてるもんね。え、原案のスターウォーズのイラストの C3PO とかあったもんですよ。ああ、なるほどね、うん、普通にそれ日本で売ってたもんね。しかもトイザラスで。ああ、そんな違うんだ原案と。うん、原案的な、なんかルークもスターキラーみたいなやつで、うん、全然違う見た目で。ああ、小学校電子レンジまで出てるけど。なるほどね、スターキラーは。いやー、僕らスターウォーズ大好き芸人ですからね。そうでもねえけど、僕さ、たまーに思うんだけどさ、うん、この放送聞いてる中に本当に芸人だと思ってる人いない？いる気しない？芸人って言いまくってから。今さ、いくらでもさ、うん、あ、YouTube やってんのしか知らなかったぐらいの芸人とかさ、うん、いくらでもいるっていうか、要はさ、簡単に言っちゃうとさ、うん、完全無名でも一応芸人で YouTube やってますって人はいるじゃない？まあ、いくらでもいるよね。その類って思ってる人ちらほらいたりしてね。ただ、あの、異様なんだよ。君も君でさ、うん、芸人です芸人ですってしょっちゅう言うから、うん、結構な頻度で言ってるし、うん、ボブもそれに対して特にいやいやみたいな何も反応しないじゃない、うん、山さん、あ、うん、そっか、普通だって、あのボブこんな無反応だったら普通に芸人ってことねってなるよね、ここだけ聞いたら、うん、イロハス芸人ですけれども、あれだよね、よくツッコミキャラになりたいっていうタイプの人参見されるけど、うん、レンジマン旅行にしてツッコミキャラなんてやってたらツッコミで放送埋まるからね。だってあの、まあ皆さんがツッコんでくださいって前提で僕は全部喋ってるからね、うん、これボブがさ、もし全部ツッコむタイプの人間だったらさ、うん、あの、まあそんなスターウォーズ大好き芸人の僕たちですけどもって一言に対して、うん、いやいやボブはだからあの3作しか見ない見てないって言ったやんけからの、そもそも芸人じゃないやんけになるからね、うん、こんな長いのが毎回つくんだよ。高校の時とか本当そういうノリが嫌いで。あ、いたんだ。いたよ、いっぱい高校のやつらの、なんかまた高校の悪口か。ね、芝居じみたというかさ、あ、つまらない日常会話みたいな感じで聞かされるの苦痛だったわ。でもさ、うん、言い方変えると楽しいか、そういう話をしてくれる人はいたんだ。あ、僕はなんか言われるわけじゃなくて、あ、聞いてる会話をしてるのが耳に入ってくるわけ。あ、そういうね、やることないから机でなんかぼやっとしてられるじゃん普段。あ、スマホある時代になってからよかったけど、スマホない時とかマジで、あ、まだガラケーだったから2年生まで僕はね、え、携帯見て時間潰すっていう概念我々の頃まだないからね。そう、何やってんの、PSP とかやってたけどね。なるほどね、うん、持ち込んでよかったのか謎だけど PSP やってたけど、ね、ボブはバレちゃダメだけど、たまに持ってってたけど、うんうん、まあバレて先生に募集されてたやついたんだ。でもね、 DS とか、うん、ボブの学校は異様だったというかさ、うん、あのかつてボブラジメンバーだった中にあのセラスさんっていたけど、うん、あの人はねだいぶ前の席だったのに授業中ずっとイヤホンしてゲームやってたの。すごい。ただテストではクラス1位ぐらいの成績だった。一番嫌われそうなやつ。で、しかもね、セラスさんもセラスさん、確かにあの性格がいいタイプではなかったんで、確かに。あの、言っちゃなんだけどさ、そのイヤホンしてるのにテストの点数いいなんてすごいねとでも話しかけたら、多分外部の人がね、うん、あの、は普通だろうとかっていうタイプの人なんだよね、うん、なかなかすごかったな。いやー、内申点のためだけに応援団やってるやつはいないけどね。あー、気にする話ね、うん、これさ、この高校の僕の知り合い師匠が聞いたらどう思うんだろうね、この放送ぶっ殺されるのかね。え、でもさ、あー、そうそうってなんじゃないのかな、わかんないけど、お前そんな嫌な感じのことばっかり思いながら高校通ってたのかみたいに言われそうだけどね。どうだろうね。まあでも明らかにもう3年の時期とはもうイラついてるの多分みんな分かってたと思うけど、ああ
イラついてる。ここ本当にイラついてたよ。この人生で一番谷底方向だから。ね、うん。いじめられたりしてないのに谷底なのってすごいよ。あの、だってさ、多分だけどさ、うん、あの、死んだ後に人生中で起こったことが全部リスト化されて神様に見られたらさ、うん、あなたは悲惨な人生を送りましたねって言われるの多分ボブの方だよね。そうだよ。別に高校でなんかひどい目に遭ってないもん。あの、多分さ、勝手にイラついてるだけだから。あの、要は、防御力がレンジマン極端に低いんだよね。うん。あの、実質上の、されたこととかだと多分ボブの方が上行っちゃってんだけど、うん、レンジマンの、防御力が低い分、まあ、普段何かされないように生きてるからね。そう。学校で先生に怒られないように生きてるから。の分なんかあった時受けるダメージがえぐいからさ、うん。受けない。受けるとやばいから受けないようにするから、その連鎖していくんで。あの、おそらくだけど、ボブが、えいってやられたら、ダメージ1って出るやつ、レンジマンに同じ威力で、えいってやったらレンジマンダメージ100とかって出る。999ぐらいいくからさ。なんで、なんで、マジかみたいになるから。ああ。そんマジかよ、怒られた。先生に学校で怒られたことほぼないもん。ああ、なるほど。その12年間、まあ、小学校、中学校、バルとして。ああ。本当に怒られたやつ一回もない。ああ、そうなんだ。一回もないと思う。あの、しょうもないことでちょっとダメだぞみたいになることはそれはあるけど。ああ、まあまあまあね。うん。あの、サンタクロース信じてる人に、サンタクロースの遺伝的な感じのからかいをしたら、そういうのはちょっとやめときなみたいな。まあね、とかはあったけど。ああ。あと同じ部活の、ちょっとまあ、動画しちゃってるやつを主人公にした漫画描いて遊んでたら、そういうのはやめろみたいな。え、でもそれバレたんだ。ああ、別件でいろいろあってその流れでバレたやつだっていう。あー、あ、うん、ノート見られてとかね。うん、まあそんな感じの流れ。はあ。あとどうしてもアイマスやりに行きたかったから、ああ、嘘ブロ君と部活ドットと切り上げて行ったら、ああ、ウソボクロ君が机の中にワンダースワン忘れてて、あ、怒られたやつだっていう。それもまあ何回怒られたかっていうと、まあ微妙なところですね。なるほどね。うん。あとさ、ちょっと待ってね、ボブさ、ワンダースワンが出てきてる。うん。今なんかいる場所おかしいな。おかしいなと思って、変な方向に行ってる。ねえ、こんな遠くないもん、ほら今キジ飛んでなかったよ。なんか飛んでたよね、でかいの。うん、あのボブんちの庭には最近トキが出るけどね。トキかな、サギかな。サギ仙台にすげえいっぱいいるよ。うわー、そうなんだ。うちの近所の川とかにもいる。サギ、ツル的な何かかなと思ったら、まあ大体サギなんだね。首長い。ブライトなら撮影許可してくれないよ。まあそれはその辺にでもいるからな。ね、撮影は許可できない。フラミンゴぐらいまで行かなきゃ。ブライトが撮影を許可するかどうかの判定っていう新しい企画。あっ、二宮金次郎像か。これはどこにでもあるからな、許可はできんぞ。俺も別にそれ撮りたいやついないと思うけどね。ブライトさん、この二宮金次郎像撮影してもいいですか。ダメだな。俺なぜ撮ろうと思ったのか。なんか物言いダンクロトっぽくなってて、あの時のなぜ頭が痛むのか。このショベルカー撮影したいな。今さ、 GoPro からペッペってなんなかった、GoPro かなって思ってる。でも GoPro 普通に撮れてんだよ。あ、ガソリンだ。まずこれガソリン入れるの最優先にした方がいいんじゃない。した方がいいね、うん、あのまあフラグ回収みたいになってるけど。しかも2人同時にガソリンだ。まあガソリンさん紙工場かこれね。くせえと思ったら、えらい匂いがするね。あの卵腐らしましたみたいな。そうそう、ゆで卵みたいな。ガソリンスタンド岡本セルフ。まあガソリンスタンドいくらでもあるわこの辺。ああ本当。うん、走ってやら出てくるんじゃん。あ、本当そんなレベル。もうちょっと町側に戻んないとダメだこれ。まあ、戻らせるよ。今すげえ変なとこにいるよ俺。いやね、海沿いみてえな。ボブさ、いい加減ナビなしでさ、うん、ブックオフ行けるかなって思ったら全然行けてないもんね。全く謎な場所に来てる。ね、
まあ海だから近いはずなんだけどさ、うん、このガスタンク撮影させてもらいたいぞ。アムロこんな喋り方しねえ。ねえ、しかもなんでガスタンク撮影しない。まあメガオタクってことね。いやー、アムロが脱走して帰ってきてからの態度の悪さすごいよね。ああ、脱走中の方が態度マシなのすごいよね。なるほどね、うん、僕があれするんだ、劉補正にぶん殴られても全然返ししないアムロ。あー、劉補正鉄拳食らわしてたっけか。うん、ガンダムの性能ならあれできると思ったのであって、別にお前は興味ないですけどみたいなことを言って去っていく劉補正だが、これでいいのかと思っているのであったみたいな。なるほどね。劉補正常にこういいやつ感出てるよね、やっぱり。ああ、劉補正オープニングでなんであんな変な顔してる。そんな顔してる、うん、やばい顔してる。2回ぐらい映るけども、1回目は完全にフランケンシュタインみたいな、なんか頭動画しちゃってる顔してて、あ、1回目あれか、横並びで全員出てくる透明だからキャッホーみたいな顔してるの、リホーゼ。なるほどね。2回目のあの蘇るあたりで、うん、手前に向かってリホーゼ走ってる時の顔やばい。ああ、そんなんだったっけか。完全にやばい人の顔してる。確かに、まあそこでリホーゼわざわざ見てることあんまないもんね。右脇あたりにリホーゼいるんだけど、すげえやばい顔してる。まあ、エンディングの最後の透明の両方でもいい顔してるけど。ああ、ブライトさん、アムロ、マルカスばっかり振ってちゃダメじゃないの。どっち、フラウ。ああ、セイラさんだと思ってたよ。セイラさん、アムロ、ああ、アムロ、マルカスばっかり振らないでちょうだい。難しいね、セイラさんの真似ね。だセイラさんの真似しようとすると未来さんになりそうな感じもあるもん。ああ、微妙に喋り方似てるからね。だってそれで言ったらフラゴも似てるし。アムロ、アムロ、ハヤトの真似難しいんじゃない。無理だね。なんとかだな、勝つ許せねえよお前は。一番モノマネしやすいの誰だろうね。まあアムロだよね。アムロ、アムロとブライト、劉補正あたりだと。海神君の言う通りだよ、マラカスばっかり振ってどこに目をつけているのか。口調でブライトをごまかせるね。アムロン、やめてくださいよ、ディレイ、やめてください。ゼータとはもっと難しい。神なんで何やってるんだ。ああ、まあでもちょっとわかるね。してやる。さっきさ、ここ通ったよね。うん、通った通る。じゃあ過ぎたんだ。素通りしてる。あのさ、ボブ言ったことあるって、ボブあのイルカの絵でも怖くてさ、うん、あのでっかい。ちょっとこの絵怖いけどね、まあ。ね、うん。やばい顔してるこのイルカ。あとあれがでかい状態ちょっと嫌じゃない。あと海も近いし。うん、でガソリンスタンドはないね。ないよ、この辺ちょうど。でそうなるともう入っちゃった方が早いんだな。これ油断してるとさ、次また出た時ガソリン入れてないのに忘れて。ガソリンスタンド俺先探した方がいい説あるかもね。うん、ちょうどこの周りがガソリンスタンドないっていう。ちょっとずれればいくらでもある。なるほどね。エネオスとか一旦ここまた戻ってくるのあれだから、ここだけ寄っちまうか。うん、ガソリンスタンド忘れないことを肝に銘じるしかない。ね、覚えているかい、ガソリンの日のこと。ね、覚えてないとダメだそれ。うん、温かいぬくもりの、まあ、温かいぬくもりがあったのはやっぱりガソリンがあったからなんだ。ね、なんであんなエンディングだったんだろう。ああ、無駄に暗い歌で。ね、あのエンディングがあまり面白いから昔ずっと見てたもん。あー、きそのエンディングが見たくて早く塾だが切り上げてたっつってたの。スイミングだがが終わって帰ってくるとちょうどあれがアニマックスかなんか再放送で流れてるから、そこだけ見てたもん。アムロー振り向かないって振り向くな、アムロー。アムロっていう名前が斬新だったよね、ガンダム。あ、昔ガンダム初めて見た時にさ、主人公の名前アムロっていうのかみたいな。
あしかもなんかこの変な髪型のやつなんだみたいな。びっくりしたもん当時。なるほど。当時っていうかまあ2000年ぐらいだけど、あのまあ知った頃だよね。うん、ガンダムっていうなんかちょっと大人向けのアニメがあるのかなみたいな、あところで再放送を見て衝撃だったね。ガンダムっていうのはやっぱり今見るとさ、いいっていうか、ああなんかリアルなロボットアニメみたいなのって最近こう戦闘シーンが少ないみたいな雰囲気あるけど、ガンダム戦闘シーン長いからね。まあね、うん、ゼータも長い割とちゃんとロボットアニメ部分も面白いぞっていうのがやっぱりいいよね、ガンダム。あのちゃんとその辺 の戦闘ノルマはありつつ、うん、で人間のドラマ部分も面白い。ああ。まあ、ゼータ戦闘はあんま面白くないんだよ、でも。あ、なるほどね。うん、なんか似たような戦いずっとやってるから。勝つ小林うぜえし。うん、ああ。じゃあ、ガソリンスタンドに行く前に我々はブックオフ流れてる。そうだね。GoPro、うん、撮影ストップ。GoPro、撮影ストップ。おぉ。あれ撮影始まっちゃったじゃないですか。GoPro、撮影ストップ。ちゅうことでね、ガソリンを入れに行きましょう。おお、覚えてたね。ね。ボムも今ね、何も言わずに、というわけでねってなったら、うん、ガソリンスタンドって言おうとしてたよ。ね。ここ中古店じゃないから、別に、店のことは、うん、あ、まあ、中古店だけどさ、ブックオフは。うん、まあ、物いっぱいあったんだけどね。ダンバイのレプラカーンのロボット魂が4800円ぐらい売ってて、まあ、ちょっと欲しいかなと思ったんだけど、まあ、プラモで持ってるからいいかなみたいな。アーツもね、真骨頂含めたくさんあったんだけど、うん。マッハ555の三船号のフィギュアが750円で売ってまして、はあ、それの三船号の親父のフィギュア持ってるから号も欲しかったんだけど、750円っていうのがまあ微妙な感じだったのでやめました。あと宇宙ギャオス1500円で売ってたね。あれ宇宙ギャオスなんだ。僕スペースギャオスだっけ、ハイパーギャオスか。ああ、ハイパーギャオスはガメラ3なんですよ。見た目そんな違うっけか。宇宙ギャオスはガメラ対大悪獣議論に出てくるやつで、その敵の宇宙人の母星みたいなところにあれいるんだよ。でいるところに議論出てきて、議論の頭包丁だからギャオスにバッと飛びかかって、ギャオスの体バラバラにすんだよ。ああ、なるほどね。でその肉を議論が食ってまずいわみたいな反応して去っていく。なるほど。で主人公の子供たちがギャオスの肉が臭くて食えないってさーって大笑いする。うわ、なんかブラックなジョークだね。謎のシーンがある。あ、うん、ガメラ対大悪獣議論、今度仙台編やったら見てもいいかも。寝落ちだけどね、完全に。なんか敵の宇宙人が主人公の少年を髪全部切って坊主にして何すんのかと思ったら、頭かっさばいて脳を食おうとするっていう展開とか。なるほどね。うん、内容的にはまあしょうもない映画なんだけど、なんか微妙にその辺のディテールが気持ち悪いっていう。ああ。もうなんだろう、今さまさに近い要素2つ出たんだけどさ、うん、グロテスクっていうことと寝落ちって言ったんだけどさ、うん、ポポ最近寝落ち、ほぼ必ずこの方法で寝落ちしてるっていうのがさ、はあ、グロサイト見ながらさ、はあ、気がついたら寝落ちしてんだ。嫌な。でさ、なんだろう、あんまりこういうことを大々的に言うの良くないっていうか、聞くだけであれな人いるかもだけどさ、はあ、どの程度のグロサイトかっていうとさ、はあ、ショットガンで頭ぶち抜かれた人とかのレベルの、はあ、やつ、はあ、不謹慎だね。で、はあ、ちょっとそう、あんまりね、それをこう好き好んで見てるっていう状態からして、あんまり大々的に言っていいことじゃないと思うんだけど、将来もし何か犯罪を起こしたらこの放送証拠になっちゃう。うわー、それは困るね。あー、こういうことを言ってる人だったな。あー、それ見てるうちにいつも寝落ちして、朝起きたら目覚めてパッと画面見たら、おお、そうだ、これだったっつって。バイオリンの音、テレテテ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 ン、あーあーあー、テテ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 テン、ね、ボムね、相当それ好きだからね、だいぶ再現できるよ。デデ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 ってやつね。バイオリンの音ね。そう、バイオリンの音。テンテレンテテンテンって BGM とともに、なんか砂が下に行って。ああ。ブルルルルル。あれで、まずコナンの音すんだ。あ、
ガコンガコンッドレーンみたいな音してあまあ冷蔵庫の中からみたいになってファックまずそもそも今何の話してるかっていうのを聞いてる人はどの見た人しか分からない話だからあのねボブちょっとボブ目線で言わせてもらうと、うん、妙義くんっていう、うん、YouTube で見れるまあ一応アニメというかねまあアニメだよね間違いなくその妙義くんがボブすごいハマってて、うん、なんか変な場所迷い込んだんだ、うん、でその妙義くんっていうのがすごいハマってるんだってレンジマンに言ったら、うん、同じ作者の別の動画レンジマンも時を同じくして見ててでボブもその動画見てて、うん、まああのなんだっけやや左に偏った教育番組ね要はあの一般の人に一番わかりやすい言い方するとあの美瑛の人なんだけど、うん、ヒカキンとかキズナアイがやってたというそう、うん、その美瑛の作者の人のやつ最近我々ハマっちゃってる、うん、すげえ見てるよ昨日も見たもんニョリ君ねボボもずっと見てるよ3話見て昨日ドゥルドゥドゥンドゥドゥン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 ドゥ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 ンジョビッって始まってあの料理好みじゃあ都市食だ都市食都市食元気お兄さんもかつてお姉さんだったものも元気あのさ手前にいるやつがいい味出してんねうんベジータみたいなあ悟空に対してのベジータっていうことでああ悟空はまあ右っていうことでベジータが左らしいっていうことああなるほどね、うん、そこも左寄ってんだ、ねうん、で左にいるんだよ子供たちもねちょっと左に偏ってるあの3人いるんだけど左真ん中右じゃなくて全員なんか左に寄ってんだよね、うんでさ、ポーはのすごい細かいけどさ、うん、あいつらさ、時折口開け閉めするんだよ、うん、あのさ、気づいてたあのさ、うん、あいつら基本的にずっと動いてはいるけどさ、うん、あの、お兄さんがなんか喋った後にそうだそうだと言わんばかりにその時だけあいつら口開け閉めするの撃たる杭が撃たれる社会に疑問を感じなんだっけ亡命をあれしようとしてるそうだ企んでるのを当局に語学友を当局に密告しようとしている絵を書いてくれました僕そこですごい好きなのがさあの今週のお便りコーナーですごい下がった後にお便り読んだ後に、うん、上手ですねあの下がった分そこで上がるんだよ上手ですね指導者は白痴かかってこいや当局さんどうもありがとうこれね、この放送聞いてる人でこれ知らない人は何言ってんだって感じになるからねあの、一回見るといいと思う短い動画だから当然すげえ名曲が流れるからカラフルボンバーズなんか BGM とか歌のセンスすごいいいもんねねえバー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 なのかなんでバーバーバーなのか全く分かんないんだけどねえ私のおもちゃ貸しましょうってうん、ターミネーターのことになりますねえインク切れとかすげえ効いてるよああインク切れ相当効いてるけど自転車で走ってるとなんか頭の中にあれ聞こえてくるもんボブも結構高確率なら頭に流れちゃってんだよなしてここにある僕知らん僕知らん先週に買ってきたばかりなの覚えてる覚えてない名曲だよねどこかに使えるの落ちてるか探そうそうしようここかねこれすごいもうクエアニくんが好きなんだよね、うん、あのニオリくん本編とかでもクエアギ7をお君はあれ菅さんですか決勝戦以来ですねね微妙なテンションでしょクエアニくんねあのでもなんか裸足だしなやつああそうだよね、うん、リアルにそういそうな喋り方するっていうかさ、うん、あの要は自分がやってる部門に、うん、まあ要は下の人として入ってくるっていうことで最初からのタメ口で言ってるしもう、うん、君たちジョブマッチの人はいお世話になりますあれ諏訪さんですか覚えてますクエアニですクエアニ7をお君はって言ったのかごめんすいやあれ面白いよやっぱりねえうん、今年一番面白い YouTube 動画チャンネル動画であれねえ尿利くん尿利くんほんとハマっちゃっててさあのフィーってやんなきゃ会話終わったことにならないって、うん、あとガソリンスタンドの前にここついちゃったけどさ、うん、ついちゃったね一旦スルーするかそうだね
なんかあの走行してると一生ガソリンスタンド行かなそってかさあるかなこの通りに。調べて。あのねボブのこのナビで何か困ったかってさ、うん、ガソリンスタンド距離順で検索しようとするとガソリンスタンドを指定しなきゃダメなんだよね。うん、あここまっすはんあまっすぐ行くとでもコスモス駅があるよ。ああじゃあそれで。うん。セルフだと嬉しいんだけど。セルフって書いてある。ああ。なんか小川がさ、ああ電車が、っていう言い方面白い。なんで、なんっけ、尿利くんですとか言ってる時に、ああ、あの小川が、ってなんか言う。ああ、なんか会話の途中で、って言うけど、普通に返事を返すみたいなシーンがある。要は返事前にしても一応ちゃんと対応してくれるみたいな。こいつら何なんだろうっていう思いながら、なんとかかんとかですみたいな。ポイズンドラゴン。高校、中学か、うん、中学の子がなんだっけ子がなんだっけなしぐれ子がしぐれだ子がしぐれです子がしぐれですあ、デビス君ですあの、あそこのクエアニ君もさあれだよね、あのこの二人フィッてやんなきゃ終わんないからっていうことでさで、あのフィッてやれっていう ここさ、セルフかなセルフなんじゃねえのなんか近くにあったから寄っちゃったけど、うん、セルフじゃないかもね。ご機嫌な蝶になってバックから始まることあるだからデジモンゴーストゲーム始まりましたが見てません。そうだね、うん、始まったのも分かって、ああでもそっか、だからかみんな話題に出してたの。うん、なんだっけ、なんとかもんっていうのが出てくるんだよね。当たり前だよね、本当だよ。なんか微妙にこう外した名前だったよね、主人公のデジモンの名前。ああそうだっけか、白いやつでさ。ああ、デジモンアドベンチャーがつまんなかったからね、この前の新しい版の。ああ途中で切っちゃったもんね。ね、ボブも最初の方を見てたんだけど、うん、途中から、うん、ゼロワンが裏でやってんのに切るっていう感じだったからね。あね、ゼロワンセイバー、要するにゼロワンセーバーよりきついっていうことだからね。あ、切ったっていうことは多分あれ、そうでもねえか、でも腐ってもライダーだから見続けてやってたとこあるよね。ああなるほどね、うん、次回の家電フレンズが仙台編だった場合はもうバルカン&バルギリー見ればいいと思ってる。ああそうだね、レンタルして、うん、確かにね、うん、あれ一人で見るのは多分苦行だと思うんだよね。ああなんか話聞くに嫌な予感しかしないもんね。ボブ話も実は聞いてない、うん、結構なことになっちゃってんだけど、何か起こるらしい。はあ、ざっくり何もネタバレにならない範囲でって、何か大変なことがあの世界で起こる。カメラの滅亡ジーナのフィギュアス買ったんだよ。あ、ボブね、うん、ガタガタガタ、うん、あの V シネマどうでしたか。僕は面白くなかったですけど、でボーあの、なんていうの、それこそ感情は動かなかった、うん、あの夏映画じゃねえや、冬映画か、あいつが出た映画面白かったじゃん。なに、仮面ライダーなんとかが出てくる、エデンの映画、まあ面白かった、うん、そこで上がったやつがいつものところに戻った感じしてる。あーまあね、あ、まあこんなもんだよね、ゼロワンみたいな。あれだよね、滅亡人類の4人はさ、初期フォームで並び立つことほんとないね、うん、ほんとないっていうか、設定上無理なのか、フォースライザーも陣持ってないだろうし、うん、絶対初期フォームで並んだ方がいいんだけどね。でも一回も並ばなかった。だってさ、初期フォームじゃないと何があれかってさ、うん、赤い鳥かぶってんだよ。うん、そうだね。なんであいつがザイヤのやつを持ってたのか結局用があんねん、まま持ったしさ。あーでもあれじゃなかったっけ、あのザイヤのやつがなんかやったんじゃなかったっけ。そういう設定だったと思うけど、あのそれこそ本編で言わなかったよね確か。あーかもね、ほとんど仮面ライダーザイヤ、うん、仮面ライダーザイヤしょうもなかったね。ねえ、うん、仮面ライダー滅亡人類はなんか英語で喋るんだっけあれ。そうそう、ぶち殺しますみたいな、ぶち殺すことに決まりましたみたいなこと、なんかそうそこはまあちょっと面白かったけどね。うん、新しい概念として
自分たちのヒューマーギア決議で決まったことを相手に英語で伝えるっていう、うん、ぶち殺しますみたいな、まあ、そこが見どころでしたね。ね、そんな感じでじゃあ見ていきます。よし、 GoPro 撮影ストップ。